もう大丈夫でした。またチャンネル。さあ、ここはカールさんにおいでいただきまして、なんと、はい。明治時代の単語帳ということですね。単語帳、とてつもないもので、日本語もとても詳しいので、本当はね、ニックと取ったんですけど、ごめんなさい、ニック。データ見つかんない。ということで、ここに載ってるね、すごいね。こういったどんな単語が載ってるのか、そしてネイティブスピーカーが見たらどう思うのかっていうのなんですが、まずここにですね、でも、なんか、すごい気をつけなきゃいけない。開けると、なんか破れそう。そう、すごい気をつけないといけないんですけど、ここにですね、はい、まず、発音。はい。どのように発音され、発音記号が、このように載ってるんですよ。エア、T がトなんですね。なるほど。図がいっぱい、図。まあ、だから、カナをアルファベットに当てるのが無理があります。そうですね。しょうがないですね。同じウーとかいっぱいありますけど、ウーがたくさんあります。外来語を作ってる人はもしかしてこの表を見て、外来語を作ってたかもしれない。高花、高等、尋常小学校。小学生表わかりませんが、すごい。うん。こんなんで、一応日本では明治20年出版ということです。うん、なんで。明治20年ですよ。すごい昔の。英語にも書いてありましたね。もともとは1866年で、この改訂版が1880年。すごいですね。いやー、これが latest edition ですからね。So, latest, not anymore. 最新版がそれだけの。で、ここに載っている単語っていうのがどれぐらいのレベルなのかをちょっと見ていただきたい。もちろん昔の人と今の人はちょっと違いますけどね。明治20年スペリングブックって入ってる。最近は使わないのとかもいっぱいあるんですかね。ちょっと見てなんか面白い単語とかあったら。あ、これは発音の説明ですよね、これね。Okay. Loud, trout, pouch, flower, mount. 今でも発音がどの言葉でも似てます。もう trout, マス。はい、そうですね。Loud, うるさい。Proud, 誇らしく。Shroud, これは僕も日本語わかりません。Shroud. 知らない？ Shroud. Shroud is...Some sort of covering around something so you can't see inside. Oh, ファンタジーの中になんとかシュラウドとか。あとは製鉄所にもシュラウドあります。帳張りとか多いですね。帳張り。そう、最近は呪術廻戦っていうアニメで。はいはい。あ、いやいや、あると思うよ。そう、だからその相手の呪術から自分を守るってこと？帳張りがあると別世界、普通の人たちは見えない。はい、見えないっていうのもあれば守る。うん。うん、Pounce。猫がこうやってピョンと飛ぶ。Flounce はしてるけど、Flounce はあんまり聞いたことがない。ひだ飾り。ひだ飾りもわかりません。ひだ飾りをつけるとか、あとは大げさに歩く。ひだってなんか炎と関係ありますか？カーテンのひだ。ビラビラ。スカートの人。Grout。これは昔重工業の会社にいた時に、石の下に敷く小石みたいな。漆喰ですね。漆喰を詰めるとか言いますね。Frown, town。あとは slouch。他には使わないものもありますけど、難しいものもあるかもしれないんだけど、ほとんどは今も使ってます。例文も載ってますからね。150年前の人の生活。Wheat flour will make good bread。まあね。Limes are sour fruit.うん、A hog has a long snout to root up the ground. Root up はその鼻で掘る。Truffles を探すのに、hog はペグの同じ意味ですね。A dog will growl and bark. 未来形を使うのがそうする傾向があるんですよね。はいはい、傾向があるんですね。多分普通に言うと、dogs growl and bark。In the night なんですね。うん。At night じゃなくて。うん。In the night って時々使いますね。なんか物語。的なね、はい、うん、なんかいろんなものが載ってる。ここに You can broil a beef steak over the coals of fire. So beef steak はアメリカではあんまり言わないと思います。でも日本語は少なくても昭和はビーフテキっていう。今はあんまり。まあ、ビーフテキは言わないですね。これが古いと日本でも昔ビーフテキって言ってたのは面白いですね。うん、なるほど。アメリカも日本も使わなくなってます。ステークはビーフ基本的に。この辺が発音のやつで、お、押し花なんですよ。これは何の、まあ、花ですよね。朝顔かな。quaff。quaff って何？ quoth。quaff は飲む、はいはい。もうそれは quaff じゃなくて quaff。quaff、うんうん、はもしかして quote と、とのたまっただって。と、のたまった。said の昔。どういう意味ですか？said。said、ああ。
コートとちょっと形が似てるから納得。一三人称直接法過去形で主語の前に置くだって。あ、曰くとか？すげえ。何々と、said 誰誰とかって言ったことだよね。コートと似てますね。すげえ。過去の言葉が出てきましたよ。ルールが載ってるわけですね。to delve is to dig in the ground. delve が本当に掘ってる側の。ああ。delve。今はどちらかというと、delve into his background とか。詳しく掘り起こす的なやつだけど。調べるとか。そっちが、元々の意味の方。うんね、まあ、今の delve は抽象的な意味で、具体的な意味がここにあった。昔は桑で掘るって書いてあるわ、本当に。なるほど。じゃあ、dig は spade とか shovel、うん、delve は桑。ho 耕すって書いてあるもんね。すげえ。blushes often manifest modesty, sometimes shame. blush というのは顔が赤くなる。ね、manifest modesty。これは要するに、と意味的に考えると、modesty、恥ずかしさ。あるいは、シェイムは恥。恥ですね、うん。によって現れるもの。謙虚さ。あ、そうか。シャイネスの方のマデスティか。うん。と、シェイム、うん。この文は言わないね、今は。great and sudden changes sometimes do hurt. なんか深い。great and sudden changes sometimes do hurt. 傷つける。ここに do harm だったら文構造が変わりますけど。a grange is a farm.and farmhouse. Grange という、Granger とかっていう名字はありますね。もう Grange はそんな使わない。もう、イギリスは屋敷農場。アメリカは農業協同組合って書いてある。まあ、Grange はなんとなくイメージつきますけど、もうイメージしかないですね。To frounce is to curl or frizzle as the hair. So, I guess in 1880 people used to have...They used to frounce their hair instead of get perms. ああ、そういうことね。かな？これ、なんか有名なことわざ。Great haste often makes waste. Haste makes waste はよく言います。うん、そうですね。使う表現。しわ、ひだ、プリーツ、しかめつら、フランスとって。あ、確かに1879とかいろいろ書いてある。でも1983、もしかしてファッションの世界で。ね、frounce their hair with curling iron. Yeah, yeah. So,I don't use curling iron very much. I don't have enough hair to use curling iron. So. maybe people who are really into fashion or, yeah, maybe they use this word. Wrinkle or crease, ちょっとシワだもんね。Wrinkle, crease, pleat, those are all common. 面白い。今の人がかなり英語ができて読んでも楽しいかもしれません。とにかく昔の表現がいっぱい。見れますので。これが文学かというと、あまり文学じゃないけど、昔の人、あるいはその本を書く立場、うんうん、みんなを教育しないといけないという気持ちでいろいろと書いてると思うんですけど、道徳を教えようとしたりとか、あとはその知識を与えようと。うん、いくらだったかな？なんか値段も書いてあった気がするんだよ、確か。神田のどっかの古本屋さんで誰かが入手したんじゃないの？これは社員の奥さんのおじいちゃん。あ、そっか。あ、じゃあ、最近古本で買われたんじゃなくて。はい、そこにあったって言ってました。昔から持ってた。そうです、そうです。うちだったらもう絶対処分されてます。あれ、どっかに、何銭とか書いてあった気がしたんだけどな。何銭？そう。円でもなかった気がするでしょ。昔だったら1円ってかなりの金額だったから。そんな感じで確か書いてあった気がするのに。という感じでございました。楽しかったです。昔のことが学べるっていうことでした。オークションに出そうかと。出していいんですか？ダメです。ダメです。返してくれって言われてるんで、はい。ちゃんと返しますので、はい。わかりました。ぜひ、よかったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。